ジータニュースウェブ。4年生の皆さんはご起立ください。本日私たちと同じ白衣を諸君たちに授与し、明日から臨床実習に臨んでもらいます。それでは白衣授与を行います。一つ、我々は未来の医師として人々への貢献に自らの人生を捧げます。学生一同心を一つにして日々研鑽を積んでまいります。礼。学生代表をやらせていただいて、宣誓文を読んでいるときは非常に緊張しました。でも宣誓文を読んで、やはりその自覚というかポリクリに出るにあたって、医療チームの一員になるという自覚を持つこともできましたし、やっぱりこの白衣を見て患者様はやっぱ安心したり、信頼を置いたりすると思うので、大切に使っていきたいなと思います。ここからは自分にも責任が伴ってきますし、責任感と主体性っていうのを大事にして頑張っていきたいなと思います。